全開の嵐筋。相馬が公安の潜入捜査官であるならば、まだ確定ではないからな。逆にそれを捕まえることで黒幕を引きずり出せるかもしれない。変な耳の形。八神は潜伏中の桑名と共闘を目指すが、なんか最後だからかしらないはずのその場所に相馬が襲撃を仕掛けてくる。そのちっちゃいナイフでそんな切れ味あるかなとは思うけど、それは楠本玲子の裏切りを示す事態だった。まあ息子が目覚めちゃったらな。お、いいね。ファイナルチャプター。夜明け前が一番暗い。ちょっと、嵐の前の静けさみたいな感じですか。いや、僕今日ね、久々に夜勤で残業ゼロだったんですけど。いや、夜勤、よくさ、明るいうちに家に帰れるといいって言うじゃん。夜勤はね、暗いうちに家に帰れるのがいいっすよね。源田先生。っていう話。昨夜の横浜の件。結局爆弾テロってことになったみたいです。1名死亡。死んじゃったんだ、一人。遺体は焼けてしまって身元不明。また一人殺したやんけ。それが八神の言ってた赤池くんか。ああ、そっちね、ええ。だと思います。ああ、じゃあ証拠隠滅のために。あれか。相馬のことも、RK のメンバーのことも記事には出てません。これって、公安が情報操作でもしてるってことですかね。いや、してると思う。公安だってそこまで万能に何でもはできねえと思うがな。まあ夜人気のないところで爆弾を仕掛けられたとなりゃ、警察がテロと考えるのが妥当だろう。まあなるほど、そうか、そうかもしれませんね。でも公安やってると思うけどな。ただこの先赤池くんの身元が判明したところで、爆発現場にいたのは桑の中の相馬だの得体の知れないやつばっかだ。うん、となりゃ捜査は難航。そのままお見合いにかもな。この件が江原の痴漢とも一連だなんて分かったら、政権はびっくりするでしょうね。赤池くんがかわいそうだったな。それより八神は昨夜電話をよこしたきか。そういえば裁判ではどうなの。さっきメールで連絡がありました。これから病院に行くそうです。座り方かわいい。なんだよ、どっか怪我したのか。爆発に巻き込まれてました。八神さんが病院行くってよっぽどですよね。あ、違う、怪我の治療ではなく楠本玲子のとこ関係者と会いに。だよね、病院にいる関係者って楠本玲子です。だよね、やっぱそうだよね。待って、かわいい、かわいいわ、沙織さん。楠本さんさ、毎日ジャケット買って毎日ってやばいじゃない。信じらんないよ。変えてんじゃないの。目が覚めた途端、30歳なんて。いや、まだ目が覚めただけマシじゃない。ゆっくり慣れてけばいいから。そうね。また仕事。自殺する気だったんだろう。すぐ戻るよ。目覚めなかったはずじゃん。ちょっと人と話してくるだけ。目覚めただけいいよな。ビビるよな。鏡は置いときなさい。16、7、8でさ、もともとてか13年も寝たきりだったら鏡持つのもしんどいじゃない。その一連の動きだけで筋肉痛になりそう。あと身長めっちゃ伸びてそう。誰を探せんの。あ、連絡来てたのかな、もしかして。こんなおっぴらなところで喋んの？マジで？変装してる？もう割と怪我してる。あなたが桑名を公安に売ったのは、みつるくんが目を覚ましたから。ここで喋る内容？本当に。そういうことだったんですね。そういうことでしょうね。今警察に自首すれば、あなたは13年ぶりに会えたみつるくんとまた別れることになる。目離した隙にまた命絶とうとされるのもな。これからあの子は自分の足で歩けるように人生を立て直さなきゃなりません。まあそんな最中母親が人殺しだったのな。気が遠くなるような時間がかかるでしょうし、何も目処は立っていません。また気が病みそうだよね。ただでさえハンディを追っているのに、その上人殺しの子にさせるなんて重すぎます。だからここで話す内容かい。
後ろの人全く動いてなかったけど、もう図書室で彼女との性行為の話するぐらい気まずいと思うけど。お母さん、毎日ここどこ見舞いに来てたぐらいだから、この目覚ました瞬間とかやばいだろうな。30歳でこの喋り方きついなと思ったけど、普通に17でこの喋りもきついなって今思ったんだけど、そもそも13年ぶりに目覚めて声帯が正常に動いたことが奇跡だわ。驚きました。まさかこんなことが。お前もどっか行け、親子水入らずだぞ今。しかしこうなると。黙ってろ。まあ、どうやら状況が変わりましたね、楠本さん。一人だけなら捨て身の判断もできたでしょう。でも今ここで喋んなくて。あなたには守るべきものがあるじゃないですか。マジで親子水入らずを。少し触れただけでもすぐに壊れてしまいそうです。まあ、ミツル君は何言ってるか分かんないわな。そんな、それを守りましょうよ、楠本さん。私たちと、私たちと手を取り合って、手を取り合って。そしてこの後ちょっとお暇ですかね。実はね、1時間1600円のラブホテルを予約。安っ。私には守らなきゃいけないものがあります。そうですね。でもあなたが過去の罪を隠してたことで沢先生が犠牲になってます。また沢先生。そして昨夜は赤池君が首を切られて死にました。いいんじゃないそれは。桑名もそこに加わることになるんですね。俺も危ないのかな。もう情に訴えかける作戦かい。どんな様子でしたか。あの方、桑名は RK の襲撃を受けた時、あなたに裏切られたことをすぐに察してました。そうだね、俺すごかったね。そのことをどう感じてるかは分かりません。まあでもなんとも思ってないと思うけどな。これまであいつはずっとあなたにだけは迷惑をかけまいとしてました。あなたの河合信也への復讐は誰にも責めることができないって。これに関しては俺もそう思ってしまうな。あなたは命がけで尽くしてきた桑名の口を塞ぎ損ねて取り逃がした。どんなしっぺ返しが来るかは桑名次第です。だからあなたのことはあいつに任せます。どの道俺には河合殺害の証拠が何もありません。あなたをどうすることもできない。本当にようこんな話ここでしてるの。今日ここに伺ったのはなんであなたが桑名を裏切ったのか知りたかったから。なるほどね。それだけなんです。顔しろ。光くんが寝てる。順調に回復することを祈ってます。これは多分心からだろうな。いやー足補正、あんな足で蹴ってなあ、ぶっ飛ばすんだからすごいよな。なんかカンフーってね、俺の中でさ、ちょっと特殊な格闘技なんだよ。ん、何も。すごい正当だったの。お姉さん、これからどう動くか、まずは相談だな。つくもがに行って、みんなと話そう。わかった。つくも、ただいま。いやー、ようやくメインストーリーを進められるな。もうお戻りで、体の調子はどうです。昨夜は爆風で吹っ飛ばされたんですから。それはそうだったな。ああ、なかなかいい経験させてもらったよ。ほんとな、爆風で吹っ飛ばされる経験なんてないからな。さすがカムロ町の探偵。カイトさん仲いいな。来たな、ターボ。こっちは桑名の居所を町で聞き込んできたとこだ。収穫は聞かないで。いや、さすがに出ないでしょ。手がかりはなかった。まあね。聞かないでって言ってんのに。ちなみに町はどこ行っても RK の連中がウロウロしてやがる。だろうな。桑名のやつがどっからとっ捕まったら何かしら動きがあるだろうぜ。なるほどね。そうか、 RK が鳴りを潜めたりとかしだしたら桑名が捕まったって。昨日桑名から渡されたんだ。感じだろうな。江原敏郎の写真。桑名さんはこれを渡すためにわざわざ矢上氏を呼び出したのですか。ああ。江原に渡しといてくれってことだったんだけど。確かにそれ気になるな。なんだよ、ああ、ひび入っちまってんじゃねえか。あ、
ちょっとつくもの方で調べといてくれるか。ただのペンダントってことはないと思う。裏に何かメッセージみたいなの書かれてるか。詳しくわかるまで江原には渡さないってこと？渡さんやろ。そのぐらい別にいいだろ。俺は昨日そのせいで爆死するとこだった。もう本当だよ。時に矢神氏、江原の痴漢裁判は今どういう状況です？確かにな。沙織さんが控訴の準備中。日程はまだだけど、裁判所もなるはやで動いてくれてるよ。なるはや。その裁判でこっちの訴えが認められれば、自然と桑名の存在も明るみに出る。それって楠本玲子とか公安にとってはあまりいいことじゃねえよな。確かにな。ああ妨害されそう。桑名の素性とかこれまでにやってきた殺しが知れれば、多分楠本玲子も関連を疑われることになる。そんな状況になったら年金運用をどうこうできる立場じゃなくなるからね。公安はそれが目的だもんな。みんな陰でこそこそ自分の正義をぶつけ合ってる。でももうたくさんだ。早くケリをつけないと桑名は公安に消される。俺はあいつをそんな風に死なせたくない。じゃあ矢神さんはこれからどう動くつもり？いやでも7人殺してるからな。江原の裁判に向けて沙織さんをサポートする。沙織に見えた。なんだか振り出しに戻ったな。まさかとんでもないですよ矢神氏。痴漢裁判を取り巻く状況は当初と大きく変わって完全に別物です。まあ、僕は真実を追うというただそれだけのことが書くも大変なのかと思わずにいられません。そうだね。そうだね。真実を暴かなきゃ助けられない誰かがいるし、浮かばれない誰かもいる。そうだな。確かにね。がキャボすぎた。黙って見てらんないよね。杉浦君、やっと分かったか。すごい正義感だな。悪くねえ仕事だろ探偵ってのは。海藤さんもう5年やってるってことだもんな、探偵を。みんな引き続き偉人町で桑名を探してくれるか。俺は仕切りだした。江原の件を沙織さんと打ち合わせてくる。あ、また沙織さんに。偉人町の監視を強化しますぞ。沙織さんに会いたいのよ。こっちも行くぞ杉浦、お仕事の時間だ。カイトさん、はいはい、傷かっこいいよな。さっき帰ってきたばっかりなのにね。頑張るね。神室町で沙織さんと江原の控訴に備えるか。全部お任せってわけにもいかないもんな。確かにね。もう全部任せてるようなもんだもんな、沙織さんに。まあ、沙織さんの事件だから、まあ、それはそうなんだけどね。沙織ん、沙織ん、沙織ん。源田先生の顔に。お揃いじゃん。手のひらの形ついてたら面白かったな。白崎先生からお呼びがかかったんだ。なんだ嬉しいのか。お前がカムロ町を開けてる間雑用の手が足りないってんでね。雑用の手。沙織がそんな言い方するわけないでしょ。まあでも雑用は嫌いじゃない。いや美人に使われるのっていいよな。矢神さん、ちょうどいいところに来てくれました。これから改めて江原さんと接見しに行こうと思います。あ、また接見行くんだ。でも何を話す？うん、確かに。痴漢の無実を主張するには、やはり同時刻にあった三越葉殺害が江原さんの犯行だったと証明しなければなりません。うん。ただし、まあね、殺人動画は証拠として認められないので他の材料が必要です。というと？裁判長から出所不明のネット動画は法廷に持ち込めないと言われたんだったな。これどうかしてるよな。要は新しい証拠がいるってことだ。もしかしたらまだ見ぬ殺しの証拠がどっかに残ってるかもしれん。ナイフ。それを江原と接見して本人の口から聞き出すってことですか。前のやつを。難しいとは思いますけど。でもそうです。でも前のさ、本当は僕も行きたいんですけど、こっちも東さんの仕事を監督しなきゃいけないんだ。音声録音してたらな。それじゃ俺が星野くんの部下みてえじゃねえか。いいじゃん。星野先生と呼んでくれていいですよ。調子飲んだよ。いつからそんな舐めた口。いや弁護士だから。矢神くんにだけは本音で話しているみたいね。へえ。だからなんでだろう。矢神くんが行けばきっとまたこれまでになかった反応が期待できるんじゃない。そうなのかな。ああ、とにかくやってみるよ。俺も江原とはもう一度話したいと思ってたし。てかこの沙織をお願いね。この女の人。それより真冬はこんなとこいていいのかよ。
検察から裏切り者だと思われた。真冬さんも5年間片思いしてんのかな、キムタクのこと。私は弁護側の情報を盗みにここ来てるんだから、今の話も鷹野検事に筒抜けだと思ってじゃあ用心しなきゃな。いやちょっとイチャイチャしないでもって。では私は支度がありますので、八神さんは少し時間を潰してていただけますか。わかりました、了解です。そんなにお待たせしないつもりですが、準備でき次第電話します。なんだろうな、いや真冬さんの方が多分美人枠なんだけど、いや沙織さんの方が美人なんだよな。僕はこれから江原の奥さんに話を聞きに行ってきます。あ、マジで。奥さんは横浜に別居中ですけど、三越芝殺しについて江原から何か聞いてたかもしれません。東さんにも手伝ってもらうつもりです。そういえば江原の奥さんに関しては一回も出てこなかったね、話の中に。忘れてたわ。例えばそれなんていいか、江原が痴漢か殺人犯か弁護士たちの間でも結構話題になってるみたいだそうなんだ、そういう話するんだな。三越芝の殺人動画が本物かどうかで真っ二つに意見が割れてんだとさ。まあ弁護士って法律を知ってるだけであって、本物か嘘か見分けるものはないもんな。支度でき次第電話しますね。あ、分かった。控訴前に江原さんと話すのはこれで最後になるかもしれません。八神さんもそのおつもりで。了解、ありがとうね沙織さん。いつも東で街の中は相変わらず RK が幅利かせてやがんぞ。最近は特に登場会だった連中が堂々と前面に出てる感じだ。マジで別にいいけど、一人で動くときは用心しろ。別に心配してるわけじゃねえが。いやもうツンデレの上トークじゃん、そんなことも言うようになったとか。お前びっくりした。沙織のことお願いね八神くん。仕方ねえな、江原の痴漢裁判は警察にも検察にもナーバスな件だから、沙織一人じゃ大変だと思う。まあな、私もできる限りのことはするから。お前に何ができるんだ急に辛辣じゃあまあ時間潰すか、沙織さんの電話が来るまで。さて沙織さんにね、東京拘置所でもう準備ができたって言ってたから、今からタクシー乗ってね最後の謁見に行こうかなと。謁見で合ってる漢字わかんないくせに漢字使うからな。北井原。なるほど、残念ですね。殺人動画証拠扱いされないと。もう仲間みたいになってるじゃんあれは法廷で披露してほしかったですよ、一人でも多くの人に。動画の内容を事実と認めたら、まあ、しょうがねえとはいえさ、その時点で痴漢の一審は白紙無罪にひっくり返ります。しょうがねえとはいえさ、すごい快楽殺人者だよな。江原さんの千葉殺しを受け入れられません。下手したら今仮にあんたが殺しを自供したとしても無視しかねない。そのレベルなの。それはいい、どう転んでも私は痴漢の実刑だけで殺しの罪を免れる。罪免れようとしてるのかな。俺らにはあんたや桑名の仕掛けが全部わかってる。言おうとしましたけど、それを裏付ける証拠がない。それが目的だからな。お気の毒です。法が機能してないっていうのが目的だった。ところで刑務所を出たらあんたは三越場殺しを告白するって言ってましたね。あ、法が機能してないことね。痴漢の冤罪を訴えられるし、法廷がミスミス三越芝殺しの犯人を取り逃してたことも嘲笑ってやれる。ええ、法が信頼に足るものではないと世間に教えて差し上げたいんですよ。喋る暇がねえな。マスコミを通じて大々的にやりたいですね。メガネ似合ってんな。なるほど、あのメガネ俺似合わなかったわ。その時は何か殺しの決定的な証拠でもあれば告白に真実味が出ますね。それを今から、そんな何かをあんたはもうどこかに隠し持ってたりして。それでも出したらダメじゃない。教えてくれないでしょ。江原のこの反応は悪くないな。本当に何か三越芝殺しの証拠が残ってるのかも。ナイフじゃないの。今度の控訴で俺らも何か新しい証拠があるといろいろ様になるんですけど。もう指紋べったりついた。頭のいい先生たちがそんなことを泣きつきに来たんですか。頭のいい先生たち、皮肉が効いてるぜ。私は法廷で殺しを認めるつもりはないと言ったはずです。だからその証拠も出す気はない。証拠を出す気はない。ってことはあるってことは何かあるんですか。まだ私たちの知らない三越は殺害の証拠が。さすがサオリン肝。何があるんです江原さん。何だろう。仮にあったとしても
あなた方の手には入りません。変に期待させてしまったのなら申し訳ない。でも血がついた服が手に入ったところでな。普通に本当指紋がついた凶器じゃないの？みこしばの死体に残した証明？何これ？みこしばの死体の一部？凶器じゃないの？なんか凶器正解っぽいから他のでいく？みこしばの死体の一部とか。あ、これ違うパターンだ。よかった。例えばそんなものを隠し持ってるんじゃありません？だとしたら警察血眼にね。そんな欠損があったんですか？チンコ？いえ。特にそういう情報はなかったように思います。ねえ、それがあったら血まなこになってさ、ぐってるとかさ。髪の毛とかそういうの。もしそんなのがあったとして、ねえ、三越馬殺しの証拠にはならないでしょう。ねえ、こいつは何言ってんの？それで証明できるのは、私が三越馬の髪を誰かにもらったかもしれないということだけだ。本当だよ。確かにそうですね。しっかり考えろお前バカが。あー、多分死体残した証明でもこんなのあったらさ、もう検体というか、三越馬の死体のどこかに証明を残したってのはどうです？見つかんないといえばケツの穴の中ぐらいだ。だから自分の絵にサインを書くみたいに。バカじゃんこれ。あなたの頭の中じゃ私は随分粋なことをするんですね。殺した死体に自分の名前を彫った？名前じゃなくても死体に何か自分の痕跡を残したってのはどうです？バレてたらね、確率に捕まってますよね。髪の毛、何でもいい。あなたの DNA が採取できるようなものが死体に残っていれば、殺害現場にいたことが証明される。もうそれはどうでしょう。もうすでにもう2ヶ月経って見つかってるでしょ。この先新しい証拠が出てくるとは思いません。たまりいなこいつ。発想は面白いんですが。そっか、ちょっと考えすぎたかな。まあ、方形の川の中とかだったらあるかもしれんけど、昔さ、その中学生小学生の頃にね、彫刻刀でさ掘る授業あったじゃん、木を。でそれでね、クワガタのやつを掘ったのよ。なんかみんな変な星とかさ、変なね、丸とか三角とか、まあ、そんなんしか掘ってないんで、俺だけクワガタ掘ったのよ。そしたらなんか、これ飾っていいみたいな感じで先生に言われて持ってってくれたんだけど、そこにね、名前掘ってくれるって言われて、それで名前掘ったら先生に言われたはずなの。俺友達からめっちゃいじられたからね。お前これ画家見てえじゃんみたいな、調子乗んだよみたいな。俺じゃないんだけど、いじめだわこれは。三越馬殺害の俺も先生を殺、やるしかないな。そういえば神奈川県警の刑事が言ってました。殺しに使われた凶器がまだ見つかってないってね。やっぱそれだよ。凶器は確か動画には映ってました、ね、あ、動画に映らせたんじゃないの。逆にこれ後にそのナイフを持ってってことやろ。使ってないんだとしたら犯人、もしくはその一味が持ち去った可能性が高い。これゲームとはいえ映像を出してんのすごすぎる。凶器はどこかへ捨てるなり始末します。でもあんたはそうじゃない。持ってるとこの目を出し抜いて息子さんの仇を取ったと大々的に嘲笑ってやりたいと思ってる。うん、それで髪の毛の中に隠してるかもしれない。痴漢の冤罪で服役した後、あんたが三越馬殺害を告白したって証拠がなければただの戯言だ。そこに説得力を持たせるにはまだどこからも見つかってない凶器の後出しは実に効果的です。じゃあその凶器見つけるってことかな。証拠一つで全部ひっくり返してやる。多分江原がヒント出してくれるやろこれ。いい調子じゃないですか。こいつならどこにその凶器を隠したかも推理したらいい。どこだろうな。偉人町で三越馬を殺した後すぐに池袋の駅に向かわなきゃならなかったはずだ。確かにね。ただし現場には共犯者もいた。だとすると凶器を隠す時間はいくらでもあったことになります。ああ、だから推理できるのはここまでってことか。腕込んで言うことではないよ。他に話がないなら戻らせてもらう。ヒントちょうだいよ。ヒントちょっとでいいから。桑名が姿を消しましたよ、江原さん。あ、それ食いつくんだ。あいつの存在に気づいたんです。公安だからあんたの復讐に最後まで協力できなくなったと、そう伝えるよう桑名に言われました。あ、ここ で, であのペンダントが。でもそういうことなら彼にはもう十分力になってもらった。ああ、なるほどね。もともと二度と会えないものと思ってて、ちゃんと信用してくれるんですが、このままじゃあいつは逃げ切れません。
公安に捕まった場合、その先にあるのは公正な裁判なんかじゃない。シンプルに消されるよな。クワナを闇に葬ります。あれかな、ドラム缶にどういうことだ、詰めてかな。何が起きてる。前に来た時、俺はあんたらが虎の尾を踏んだと言いました。はいはい。その虎が公安だったと。そう。あれ衝撃だよな。でもな、あんたらのしてきたことをまさか玉木がな、全部明るみに出せれば公安も迂闊には動けなくなる。クアナを助けるにはもうそうするしかない。言葉巧みに言うね。矢原さん、キムタクは、私は三越場殺しを法廷で認める気はない。そんなことをして敏郎を見捨てた方を取り繕わせたりはしない。おお、言えたね。よかったね。桑名さんにも私にもそれぞれ信念がある。めっちゃ言い直したんだろうなっていう、そのために言い方してたね。命を捨てると誓い合った。命捨てるって、そう言って考えることから逃げたいだけだろ。お、急に煽るじゃん。目そらすじゃん。負けた。弱ディベート。そうかもな。ああ、ヒントが。何もヒントなかったな。私が八神さんに依頼したのは、江原さんの関わる2つの事件。うん。電車内での痴漢と、三越場殺害を調査してほしいというものでした。はい。でも、もう一つ依頼を追加させてください。報酬弾んだよ。弁護士バッジはまだお持ちですよね。江原さんの控訴、八神さんも弁護人としていらしてください。嘘だろ。今度の裁判には八神さんが必要です。いけるそれ。すごい嫌だろうな。いいのかな。髪の毛セットするの嫌だろ絶対。俺が弁護すると高いんだけど。源田先生にはよく言っておきます。あ、源田先生持ちならいいじゃん。わかった。毎度どうも。これで3ヶ月は食うのに困らんな。こんなこともあろうかと思ってさ、これいつも持ち歩いてんだ。出た出た。知ってます。知ってた。そう。ってことはそのジャケットもう何年も洗ってない。くっさ、無理なんだけど。さすがにな、ジャケットを洗濯機にぶち込めとは言わんけど、クリーニングぐらいには出しな。偉人町でカイトさんたちが桑名を探している。向こうに戻る前にやれ残しはあったかな。これがカムロ町での最後の自由時間となります。わかりました。これがカムロ町での最後の時間らしいよ。言うてもね、カムロ町でやることっつってもね、多分ないよな。一日町だったらやることあったんだけどね。カムロ町でちょっとやることはもうないので、普通に準備整えて一日町に向かいたいと思います。行こうぜ八神、最後のイベントだってよ。あー、なんだお前、何にらみつけたんだお前。あー、お前今まで俺がお前のことこれ移動カット来たか。めっちゃブーブー言ってる。出ろよ早く。もしもし。手に取ってから2コールぐらい泳がしただろ。今どこだ。ちょうど横浜に戻ってきたところだよ。これはどこだろうな。駅です。もしかしてどっかから俺のこと見てた。なるほど。今頃気づいたか。お前がいかがわしい店に通ってるのも全部お見通し。後ろから押さないで。ちょっと、海藤さんは、あいつ殺人未遂だろ。ハンピンリューマンのとこにいる。ハンピンリューマン、星野君と東も来てるぜ。なるほどな。ああ、そういえば横浜に行くって言ってたな。江原の奥さんと会うっつって。まあこんなとこにおったら邪魔だわな。お前も来られるか。ちゃんと手抜かずに仕事してたか。報告に来いや。すがすがしいほどに偉そうだね。何か掴んだのかな。じゃあな。カイトさんがこんな調子に乗ることなんて、あ、まあいつもか。じゃああいつ何も仕事してねえわ。来た、ハンピンリューマンのアジト。さてここに全員揃ってるって聞いたんですけど、カイトさん、あんだけ切ったんだから何か進展あるんだろうな。フルメンバー勢揃いって感じだな。完全にフルメンバーや。主役をお待ちしてたんですよ。よくそんな面と向かってごますれんな、星野君。喧嘩しない喧嘩しない。ごまをすれるのは高いコミュ力の証ですぞ。お疲れ様、八神さん。なあ座れやターボ。全員一人ずつ喋んなきゃいけないの。なんかの顔隠れてる、なんかラスボス前の四天王みたいな感じ。全員一回ずつ喋らないといけない。そうか。じゃあお前また法廷に立つんだな。
沙織さんのサポート役だけどね。なるほど。ああ、嫉妬か。そうなると僕は江原さんの控訴を法廷にいなくてもいいんですかね。あ、働いてる沙織さんのことが好きですか。いや、どうだろう。そこは沙織さんと話してみたら。なあ、沙織さんに聞け。そんなヤガミがいるならいなくていいだろう。やめとけ。星野くんやべえな。そろそろ役に立つとこ見せねえとクビになるんじゃねえか。僕だって役に立ってるじゃないですか。それなりに。まあそれなりに役に立ってればね。そういうのは自分で言うセリフじゃねえだろう。青い野郎だな、この弁護士先生は。まあスーツも青いしな。ネクタイも緑やし。ギャングに口で言いまかされちゃってるよ。弁護士かな。俺からの報告はそんなとこ。そっちはどうだった。結構短いいのか。これで偉人町でみんなが聞き込んでくれた情報を集めて整理しよう。あ、クワノの居場所分かった。クワノの居場所はまだどこにいるかつかめない。てか顔変えたんかな。あいにくな。偉人町中を聞き回ったんだが手がかりなしだ。え、本当にそれ。 RK もクワノを探し回ってる。奴らまた俺らがかくまってるんじゃねえかって目光らせてる。まあそうなるわな。それは裏を返せば向こうもまだクワナを見つけられてないってことだよな。まあね。なるほど、そうとも言えますね。クワナさん、この間の船の爆発で本当にちゃんと無事だったのかな。でもキムタク無事だったから大丈夫じゃないかな。そこまで至近距離でもなかったし。生きてるとは思うよ。無傷かはわからないけど。そんな規模だったの。俺と会った時あいつはもともと姿を消す気でいたんだ。ってことは近くで巻き込まれた RK みんな死んでる。問題はこれから先の話だな。かなりエグそうだな。楠本玲子に裏切られたと知った今クワナがどう動くつもりなのかまるでわからない。俺なら裏切りは許さねえ。まあ鉄装はそうだろうな。クワナもそう考えるんじゃねえか。いや裏社会を長く生きてりゃ当然の発想だ。あいつ無駄に優しいからな。そこ今頃楠本玲子をつけ狙ってるとかよ。まあなんで裏切ったかの理由は調べてんじゃない。ああ確かにそうかも。え、そうなの。あ、そうなんだ。俺は別にそんなことないと思うけどな。星野くんと東は江原の奥さんに会ってきたんだよな。そういえばそんな話だったね。ねえ、ただ収穫はほぼなしですね。ほぼってことは奥さん、江原からは特に何も聞かされてなかったようだ。4年前に一人息子が自殺しちまって。単独犯だ。それっきり江原と同居するのを拒否してるらしい。この話はまあ前に聞いたけど。離婚してないのは手続きする気力もねえからだとさ。あ、もう映ってんのか。敏郎君と暮らしてた時のまま同じアパートに住み続けてるみたいです。僕らも仏壇にお線香だけあげさせてもらいましたけど、その間もずっと無関心な顔してて。いや、そりゃそうよ。江原が痴漢で捕まってることには何か言ってた。腹痛めてさ。興味ないそうです。産んだんだから。その裏で息子の仇を撃ってたかもしれないことは。三越場の殺害動画も奥さんは見てない。さすがに見れない状態じゃないですか。見てないって言ってました。見せるわけにもいかんしな。マジで。なんていうか、ほんと取り付く島もない感じで。逆に怪しいけどな。せっかく横浜まで来たってのに、冴えねえもんだ。お前ゴーストに似てるぞっていうか、RK の様子。偉人町で RK は今どんな様子？どこ行っても我が物顔で歩いてるぜ。それに向こうは、みんな俺らの顔を知ってるようだ。まあもう知ってるだろうな。遠巻きにじっと見てきやがるから、視線が鬱陶しくてしょうがねえ。キモ。おまけにあいつら偉人町に根を下ろす気でいるみたいだ。うちの息がかかってる店に嫌がらせしてきてる。なんか美人も今の俺みたいに思ってるのかな。キモって俺めっちゃ見ちゃうけど。ああ、肩着の客と思ってると食い逃げするわ、何癖つけてくるわで商売を邪魔してくるんだ。ただの害悪だな。でそこへ別の野郎が助けてやろうかって用心棒で背びってきやがる。つつもたせか。まるっきりヤクザのやり口じゃねえか。似たようなもんだな。それもずいぶん昔のな。今極道がそんな真似すりゃ暴対法で一発アウトだ。あ、時代を感じる。相馬はあいつまだ偉人町にいそうか。
ハンカチ取り上げればいいのにな、あいつ。あいつの情報は全然でな。異人町にいるとしても地下にじっと潜ってんだろう。ゴキブリかよ。相馬はアクスと違って出たがりじゃねえ。見つけ出すのはかなり骨だぜ。阿久津もいなくなっちゃったしな。公安の手を借りてるならなおさらです。よほどのことがない限りもう尻尾を出さないでしょ。てか敵が公安ってやばいね。今作っていうか、まあ、前作知らんけど。こんなとこか。そのようですね。では僕はもうこれで引き続き桑名さんの情報を集めたいと思います。了解。ちゃんと無事でいるといいんだけどね。そうな、フラグにしか聞こえねえわそれ。つくもさんも杉浦さんもしっかりやってるんですね。ああ、それに引き換え今回影薄いね、星野くん。弾持ってるって空手の腕も全然生かされねえしな。僕は縁の下で力を発揮するタイプですからね。じゃあそろそろおいとまして神室町に戻ります。東さんはごゆっくり。嫌いなん？そこ険悪なん？この後はどうする？タボ、今夜はもう上がりか。なら鉄装が止めてくれるっつってたぜ。え？ああ別に構わねえ。マジ？どうするよ。お泊まり会しようぜ。じゃあ一晩泊めてもらおうかな。もうやることもないし。よろしく。ちょっと3人で一晩泊めてもらえる？臭そう。お言葉に甘えて。めっちゃ臭そうだなこの3人。キムタクジャケット洗ってねえし、カイトーさんもあの服多分一生洗ってないし、テストはそもそも臭えし。おお、何の音、何の音、何の音。おお、すごい色だなお前肌。桑名も相馬も見つからないみたいし、もう偉人町でやられることはないかな。え、みかんめっちゃ食ったみたいな肌の色してない？大丈夫？ビタミン大丈夫？ああ、なんか飛ばしてら。お前か、うるさかったの。やめろやめろ、危ねえな。よう、タボ。おはよう。鉄装がドローン飛ばしてみせろって言うもんでよ。自分らの島を上から見るのは初めてだとさ。かわいいか、お前ら。ああ、面白いもんだな。俺も今度自分の買うわ。こんなん買える、え、財力持ってんのもん。へえ、昔。ヤガミ、俺はしばらくこっちに残って兄貴と動くぞ。お、好きにしたら。お前らに手貸してやるっつったんだ。まあ結構ですよ、お帰りください。どうやらでかい敵らしい。ここで抜けちゃう男が廃るってもんよ。まあでも東ちゃんと強いからな。まあいてくれた方が助かるっちゃ助かるか。テッソーは喋れないの。オッケー、準備を整えましょう。あ、杉浦くんじゃん。どうも。あ、矢上さん、もう偉人町でやれることは全部済んだ感じ？いや、ん？いや、どうかな。ちょっとやりたいことはあるけど、これが一日中での最後の自由時間。やったー、了解。これより先は物語がクライマックスに向かうため、イベントシーンが長時間にわたって連続します。言うなそういうことを。了解。え、やり残し？いや、あるある。よーし、そっか、わかった。ならいいんだ。ちゃんと全部終わらせてこようなあ、キムタク。もうこの動画もさ、実は発売初日にやったわけよ。なのに俺らもう1年以上経ってんのに完結してないから、早めに終わらせようぜなあ、キムタク。頑張ろう。俺のせい、キムタク何も関係ない。よし、もう憂いも何もない。行こう、もうこの物語を終わらせよう。行こうぜ。じゃあよかった。つくもくんがちょっと八神さんに見てもらいたいものがあるんだって。あれじゃない？つくもくん上にいるからすぐ行ってくれる？了解。あいつから受け取ったペンダントじゃない？何か分かったんじゃない？ランプかわいい。つくもくん、八神さん来たよ。何かあったのか？どうも。ええ、八神氏が桑名さんに託された例のペンダントの件です。やっぱそれか。あれはですな、どうやら入れ物に過ぎなかったようですぞ。入れ物って何の？やっぱ何かしら隠されたのか？中に入っていたのはこれです。割れたペンダントの中にこの SD カードが仕込まれてたんです。そして中には動画データが入っていました。え、大丈夫？動画データ、内容は？てか刑務所で江原が三越博を殺害していたあの動画です。追加のシーンがあるわけでもなく、以前我々が見たままの。え、じゃあ何の証拠にもならんよ。でも
おかしいな。桑名はそれを渡すためにわざわざ危険を犯して俺と会ったんだ。刑務所で渡すのどうにもならんくない？そのせいで RK の襲撃を受けてる。うん。なのに中身はネットで拡散済みのあの動画だけ？てかあんだけし、でよかったな、桑名さんが。この中の動画はコピー元のオリジナルデータです。ビデオで言えばマスターテープ、フィルムならネガに当たるでしょう、はあ、合成などいかなる加工も入ってません。あ、なるほど。どういうこと？なんでそう言えるんだ？実はこの SD カード自体が非常に特殊なものなんですよ。普通に店で買えるものではなく、書き切り型媒体と言われるものです。どういうこと？例えばデジタルカメラで何かを撮影した際、この SD カードに記録された画像は加工も消去することもできません。その特性から鑑識が事件現場を撮影するときにも使用されます。めちゃめちゃ証拠やん。つまりこの三越芝殺害動画は加工されてないと言えるのです。めちゃめちゃ。今度の控訴でも証拠になる。信じられないぐらいの、検察や裁判長に交渉する余地は大いにあるかと。信じられないぐらいの証拠。少なくとも出どころ不明のネット動画とは一線を画します。マジで壊れなくてよかったね、ペンダント。もしかしてそれだけで今度の裁判勝てちゃうんじゃない？いや無理ちゃうかな。そこまでは保証できません。でも桑名さんが危険を犯した理由はこれで説明がつきます。この中の動画はたった一つのオリジナルだから、信用できる人間にしか渡せなかったんですよ、八神氏。でもこれ八神が知っちゃうのは桑名にとってもあれなんじゃないのか。書き切り型媒体に入った殺人動画、桑名はこれ俺に法廷で使えって言ってるのか。そうなの？桑名はこれを江原に渡してくれって俺に言ってたんだ。いやそうだよ。ええ、ですが事前にペンダントを調べられることは当然予測してたはずです。桑名さんはおそらく八神氏にこの証拠をどう使うかも含め全てを委ねたんじゃないでしょうか。なんで？公安に追われる桑名さんはもう明日をも知れない身です。あ、そういうことか。どうやってもそれを江原さんに渡せなくなるかもしれなかった。だから全て八神氏に託したのですよ、きっと。予測でしかないけど。なら俺の答えは決まってるよ。俺は三越芝殺害に関わった連中全員に法廷で光を当てる。それが救うことでもあるしな。江原や桑名、その教え子たちにな。海家君死んじゃったけど、ね、それが公安を表に引きずり出す第一歩になる。この SD カードはその突破口になりうるものだと思います。八神さん、爆発に巻き込まれた甲斐があったね。ブラックジョークが過ぎるだな。傷治ってるしも早くないか。あ、カイドさんは？え、すいません、あのクソガキやん。つんか、なんでここに？どうした？さっきミスケンの奴らに聞いて、ミスケ八神さんがこの探偵事務所にいるって。何かあったのか？ちょっと茜がやべえ連中とつるむようになってさ。ああ、また？それで八神さんには話しといた方がいいかなってことがあって。めんどくさ。少し込み入った話のようですね。どうぞ座ってください。ほっとけよ、あんなクソ女。マッツンの表情がね、ちょっと優しくなってて。茜ってお前がよく一緒にいたあの子だよな。てか白すぎな、お前肌。確かバスケ部で三越芝と仲良くしてたんだ。ひねくれた感じで甲田さんのことをいじめてた。手っ取り早く言うとクソ女ですね。やべえ連中とつるむようになったっていうのは？うん、最近東京から来た半グレ、 RK ってやつらにナンパされたみたいで。あー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 、もう。なるほど。それで？質感すごいな。ちやほやされているうちにいらねえことまでベラベラ喋っちゃったらしいんです。スーツってか学生服。八神さんのこととか。ああ。まあ別にそれぐらい構わないけどさ。エンド。でももう RK には関わらない方がいい。あいつらの幹部は組み抜けたヤクザたちだ。やっぱやべえ奴らなんですよね。やべえ奴らだよ。どうした？茜、そいつらに聞かれたらしいんです。八神さんが一番可愛がってる生徒を教えろって。おっす。それであいつ甲田の名前を出したらしくて。ちょ、マジゴミだな、マジ。おい、茜もさすがになんかまずいと思って
その後俺に電話してきたんす。えぇ、ー、八神さん、なんか RK と揉めてんですよね。もしかして高田が狙われるなんてことあります？高田さんと連絡つくか。お前変わったな。電話繋がんないんです。連絡先を持ってんの？茜の方は？あ、そっか、電話しています。遅いね。いや、マッツン変わったな。お前、いじめた事実はなくならねえから俺は許さねえけどな。もしもし、マッツン。あかね、お前今どこ？三越芝先生のところ。は？ RK の人たちと一緒に三越芝先生の死体が見つかった建物に来てるの。あ、びっくりした。死んだんかと思った。なんで？マッツン、もう八神と会った？目の前にいます。え、なんでそれを？八神だ。そっちに高田さんは？いる。八神さん、高田です。助ける。八神か。遊びに来いよ。場所はわかんだろ。あ、誰だ？もうすでに。誰でもいい、すぐこっちに来い。早くしないと高田ちゃんにいたずらしちゃうぞ。はい、未成年飲酒で一発アウトです。やめろ。どういうつもりだ？いや、来たら教えてやるよ。分かってんだろうが、殺にチクったら俺らは消える。重慶たちは死体持ってる。いや、先生やられてるからな。自分が何してるか分かってんのか？怖いよな、もうこれ。急ぎな。いや、沢先生がな、やられてるからな、マジで。本当に何もないとは。なんだよこれ。言い切れんもんな。ここにいろ。つくも。海藤さんと東さんに連絡して協力を頼みます。あと先行してドローンを現場に飛ばしましょう。優秀すぎる。さすが。頼んだ。よっしゃ、テレポートしていこうぜ。マッツンも余計なことすんなよお前。もう。行こう、八神さん。そうだね。急がないと置いてくよ。あ、動かさせてじゃ。三越芝の死体が見つかったビルへ行こう。高田さんと多分茜も人質に取られている。うん、まあ高田さんだけ助けていいんじゃない。あいつは別に。おかっとこうぜ。あいつは、お、もうちょっとで着くのに。誰だよ。もしもし。誰？山道、つくもです。お、今ドローンが現場に到着しました。はやっ。高田さんと茜さんが男たちと一緒にいます。数は約20。あー、じゃあ余裕。海藤さんと東は？いけそう。連絡しました。現場に向かってくれています。1人5人か、いけるな。まあ、キリュウちゃんだったらあと5倍ぐらいいても1人で納得するけど、やっぱこのゲームは八神だからな。いや、まあでも高田ちゃんだけ助けてさ、あのクソ女はいいんじゃないか、もう。わ、すごっ、マジで飛んでるじゃん。誰も気づいてないじゃん、ドローンで。20人か。あ、縛られてら。ああ、似合うな、クソ女。来たぞ、ヤガミだ。コウダちゃんはしっかり胸の下で縄縛られてんな。分かってますね。タモ、RK の奴らだって。はやくんの相馬もいんのか？それはまだ分かんない。カイトさん、服下痢みたいになってない？ちょっと待った。大丈夫？つくもか？お揃いのようですね、ヤガミ氏。相手は人質を取り囲んでいます。正面突破は通用しません。なので僕の方で作戦を立てておきました。このやつマジ提案してもよろしいですか？有能すぎない？最高だなお前。分かった、指示出してくれ。そこで喋んの平気？てかめっちゃ飛んでない？なんかあら、普通に乗り込んでったけど。よう来やがったな、八神。仲間の助けを呼ぶとはビビってんのか？誰だよ。この状況でよく言えんな。そっちはどんだけ仲間集めてんだ？あ、杉浦君。こんなことになるなんて思わなかったんだよ。お前に聞いてねえよ、喋んな。ああ、後でたっぷり叱ってやるから覚悟しろ。すぐに助けてやる。もちろん高田さんもな。ああ、え、なんだ縛られて。どうやって助けんだ？趣味？え、てかゆるゆるなんだけど。俺を誘い出すためにその子たちをさらったのか？クソ女の縛られてる。誘い出して殴り殺しにするため。縛られてる名前だよな。クソゆるゆるだったんだけど。なら俺らが正面からただ突っ込んでくると思う？なわけねえだろ。ああ、バレバレなんだよ。おお。
おーおー、あいつ銃持ってんじゃねえか。めちゃめちゃバレてる。隅に銃で撃ってきた。両手上げてこっち来い。脇の二人もだ。まあ待ちなよ。実はもう一つ奥の手があるんだ。お、海洋剣。おお、おい、あれ、こちらに横浜99か。悪党どもに情けは無用。成敗いた。え、これ、これ何、これ何。え、え、正面突破やないか。ただの正面突破やね。銃持ってんだろ。危なくねえか。君らそんなんでこのメンバーに喧嘩売ってきたわけ。すごい。顔を洗って出直してきな。あらら、もう大丈夫だ二人とも。あらら、こいつらにはきつめのお灸を据えてやる。もし痛いのが嫌なら目閉じてな。なんで。ってことは思いっきりやっちまっていいんですね。一人だけ銃持ってたの。行くぞ。え、準備甘っ。あ、でもそれが作戦だったりするのかな。にしても準備甘すぎる。おー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 おおお、よく見るやつ。え、マジであのさ、クソ女の子ゆるゆるじゃない。わなはなんかありそうだけどな。殴られてら一発同士なのにそんなに火力の違いがすごすぎる。マジで。おーおお、ヤガミだけやっぱ戦い方がかっこいいな。カイトさんただの暴力だもんな。あっちは武術だもんな。マジで。わ、いいね。カイトさんが率先して。おお、 RK のメンバーたち。はい、終わり。本当にこのクソ女はマジで手足全部もぎ取った。ありがとう。ありがとうございますだろうか。てめえ殺すの。ありがとうございます。あー、いいよ。コーダちゃんはね、うん、怖かったね、コーダちゃんね、うん、ちょ、もう殴ってやって。本当に本気で殴って。あー、怒ってる怒ってる怒ってる。悪かったよ。なんだてめえこれは。いや、俺が巻き込んだようなもんだ。ごめんなさいだろうが。悪いのはお前じゃない、 RK のやつらだ。その次が俺かな。大人。少なくともお前が謝る相手は俺じゃない。本当だよな。隣におるぞお前。もろもろ含めて謝れ。コーダ。ごめんなさい、コーダ様。足舐めますだろお前は。じゃあ、私もう帰るから。あ？なんで急に動くかな。ああ。そうま。なんで気づかないの？何？誰？離れろ離れろ。離れろ離れろ。あいつマジで普通に人殺すからやめって。一人でノコノコ出てきやがった。どういうつもりだ。ガトリングで持って。お前らと話がしたくてさ。実は桑名から脅迫されて困ってんだよ。俺ら。いいことじゃん。あ、 あいつは楠本玲子が殺した河合の死体を隠してた。冷凍保存してんだってさ。趣味悪いな。5年もだぞ。知ってたか、ヤガミ。まあまあ。ああ。そのありかをネットに暴露すると言ってきてる。んなことになったら楠本さんは身の破滅。河合の死体には指紋やらなんやら彼女の痕跡が残ってるらしいんでな。ああ。なるほどな。でもそれが彼女のためだ。もうお前らの言いなりにならずに済む。クワナも覚悟できた。楠本玲子は有能かつ時流に乗った権力者だ。替えが利かない。昔クズを一人殺しただけのことでなくすには惜しいんだよ。何言ってんだ。彼女も今やしがらみを受け入れたこっち側の人間だ。価値観が違いすぎる。そいつらを守るのがお前の役目ってことか。守ってるのは人じゃなくて秩序ね。俺はそのための必要悪だ。和正党か。必要悪？ゴミだ。ああ、例えば俺が潜入でなきゃ今頃東上界のヤクザたちはチリチリになってた。そうなってたら当局はそいつらの実態を未だに把握できてなかったろうな。まあね。だから俺はRK ってネットワークを作ってカムロ町の裏社会を制御してる。まあ、むやみに叩き潰そうとするよりそっちの方がよほど安全だ。理にはかなってるけど人殺しすぎないわ。
必ず誰かが手を汚してるもんなんだよ。ああ、クアナも似たようなこと言ってた。よう喋るな、ほんでこいつ。ふん。奴と違いがあるとしたら俺は、この仕事を楽しんでやっている。使命感を持ってさ。俺が手を汚すたびに、秩序は保たれるんだ。この国の平穏な日常に貢献していると実感できる。例えば絶対に表に出せない自分にしかできない仕事をしている時なんかは特に。それで学籍権にさらすのはちょっと頭おかしい。沢先生を殺した時もか。お前いつまで言うてんの。沢陽子ね。彼女はあの時三越葉殺しと桑名の関連を疑うただ一人の人間だった。いずれ楠本玲子にもたどり着いたかもしれない。すごいよな。秘密を知る人間は少なければ少ないほどいい。俺はそれを瞬時に判断できた。だからもちろん正義を実感しながら彼女を殺したよ。怖い。あ、やめろやめろ。そう生きり立つな。話がまだ済んでねえよ。なんだと。俺らは桑名に脅迫されてるって言ったろ。てかこいつ強いんだよ。あいつは河合の死体をネタにお前らを殺すなと言ってきてんだ。何？だから安心しな。ここでお前らをやる気はない。だったら何しに来やがった。この4人相手に強気だもんな。もうすぐ江原の裁判があるだろう。ほら痴漢のやつ、その時に一つだけ頼みを聞いてほしい。言ってみろよ。楠本玲子の名前は一切出さないこと。別に難しいことじゃないよな。白崎って女弁護士にもそう伝えてくれ。断ると言ったら。別に、こいつは楠本さんからのお願いなんだ。え？息子を人殺しの子にしたくないって親心、そのくらい組んでやるよ。いや、じゃあ殺すなよ。じゃあな、話せてよかった。なんか言うてら。まだ帰るには早いんじゃねえか。そうな。いや、ブチ切れてんな。おおおお、あっ、そいつはダメ。あっ、お前ならいいや。あかね、すあかねちゃん、すっごい変な血の出方したけど、本当に撃たれてるそれ。何？血のりだよね。これそうだよね。そうだと思う。ペイント弾大丈夫か。全然変だったもん。可愛くねえぞお前。ああすごい。あの野郎、一枚上手だわ。心配ねえ。要は絵の具ぶっかけられただけだ。でもそうだろうけど、嫌は嫌やろ。撃たれるっていう。まんまとおちょくられたな。トラウマになるやろそんな。ああ俺も判断ミスったよ。相馬がペイント弾で撃ってきたのは運が良かっただけだ。いや本当な。あいつを捕まえるよりこの子たちの安全が先だった。八神さん、二人とも怖い思いさせちゃったな。こいつ沢さんに固執してるからなマジで。一つずつやっつけていこうか。海藤さん、なんか落ち着き取り戻してっけど。全部一遍には無理だ。まずは江原の控訴で桑名とその教え子たちに光を当てる。この先公安を敵に回すなら検察も法廷も味方につけなきゃな。いけるか。文句なしの真実を突きつけてさ。逆にプライドやられて敵になりそうだけどな。そっちはお前の専門だ。しっかり仕事してこいや。ターボ、弁護士って知ったらどう思うんだろうな。女の子たち頼んだよ八神さん。何？ちょっとやだ、超イケメンじゃない。お前殺すの。マジで。何仲良くなってんだ。急に目の色買いやがって。なんだそりゃ。そうだ、海藤さんの方がイケメンだろう。どう考えても。てかキムタクの方がイケメンだろう。どう考えても、まあ、杉浦君もイケメンだけどね。